皆様こんにちは、モトラット川越の田畑義則と申します。当店で店長をやっております。はい、16号と国道254号というあの大きい交差点になるんで、当店過ぎてもう5分ぐらいで開通の川越インターに入れるんで、はい、HP4 というオートバイを乗ってます。ちょうど私が免許取った頃っていうのがレプリカブームっていうので、私もそれの一員でして、もうレプリカしか乗ったことないっていうので、まあいい年こいてもレプリカに乗ってるわけなんですけれども、なかなか楽しいオートバイで、30分走ると小丸峠っていう支部の方に入れるんで、その辺をぐるぐるとしてると、まあいつの間にか日が暮れてるからっていう感じで、セールスであともう一人時田っていうのがいるんですけども、それは今現役でサーキット走ってる人間で、まあ僕はどっちかというと古き良き時代はよく知ってますけど、お客さんを巻き込んで見ながら、まあサーキットも含めてね、これから遊んでいきたいなと思ってます。はい、RR はよくわかるけど、 GS で山の中行ったことはまだ正直ないです。お客さんの方はよく知ってるんですよなのでその辺はまあお客さんの話を聞きながら、僕もいろいろ勉強しながら、ある意味ちょっとその辺はちょっとお店の人間としてすごい素人みたいな言い方で、ね、あれなんですけど、いろいろ教えてもらえれば、もしかしたら次 GS を買うかもしれないんで、いろいろその幅を広げていきたいなと思ってます。うん、HP4 で行けない道がありますからそちらの方は実際行ってないです。いろいろちょっと行ってみたいなと思いますね。